本当にたくさん買いましたから、今ちょっと家に戻って冷蔵庫に入れなきゃ、すいません。皆さん、私は南ドイツ観光案内所のペテンダラインですね。じゃあ私の家の近所にある朝市マークトね、どうやって言います、今たくさん美味しいものを買います。どうしていつもレストランでいろいろな南ドイツの美味しい料理を紹介しましたけど、でも作り方はまだ教えてないでしょ。だから一緒に美味しい料理を作りましょう。じゃあ今回はドイツでよく見る朝市を紹介します。ドイツでは街にある広場などの決まった場所で毎週定期的に朝市が開かれます。朝市では地元で採れる野菜、果物、お肉、パン、チーズ、花などなどバラエティ豊かなお店が集まっていて、新鮮なものが多いとドイツの人はスーパーへ行かず朝市で買い物を済ませる人も多いです。そんなわけで今回はペーター所長のプライベートを少し紹介、所長が通う近所の朝市へと向かいました。まず最初に向かったのはチーズ屋さん。世界中の選ばれし美味しいチーズが集まっているんだとか。アメリカ製のラスベリービールがついてる。イタリアンシュファミリア、アバデケーゼコンアメリカ、ウィスコンシン、USA。他にも水牛のモッツァレラチーズ、それにトリュフを贅沢に挟んだチーズ。なんか買えましたか？買いました。あ、素晴らしい。一応、ね、何買いました？はい、チーズ、すごいチーズを買いました。そう、この水のチーズが本当にすごいです。全部の世界中の珍しいものを持ってますから、超美味しいです。次に来たのは果樹園のお店。店頭には旬のものが並んでいます。これはドイツの今の辺の美味しいプラムですね。実はドイツはプラム、プラムとスウェッチ区別しますね。スウェッチはもうちょっとちっちゃいです。もうちょっと遅いですし、もう超美味しいんですよ。何に使うんですか？そのまま食べる、そのまま。私結構そのまま食べます。でもスープ作ったり、ケーキを作ったり、でも今一番好きはそのまま食べます。美味しいですからね。そして今もまあ私は結構アジア料理を作りますからね。なんとか生姜焼きだからもう生姜買いますとか。そしてこちらのマムレードは彼女のたくさんフルーツを作りますから、彼女のマムレードジャムは超美味しいです。Ja, ein paar Pflaumen, So ein Pfund? Ja. Oh, warte mal, eine Sekunde. Ja, da neige ich auch zu dann. Im Job ist das auch, ach, ist nur die Frau. Genau. Nur mein Chef, würde ich ja sagen. Genau. Ja, ist okay, nicht. Ist gut. Ist immer gut. Ich habe noch nie gesagt, dass es irgendwie... Und ein großes Stück Ingwer. Soll ich mir mal nehmen? Ja.Ups. Schild lasse ich hier, ne? Das ja, ist das gut. Ja, klar. Und ja, dann zahle ich mal. Ja. Du
hast heute 7:15 auf der Uhr. Nimmst du den Zettel mit? 7:15? Ja, nehme ich mit. Lass die Zwecke hier liegen, ne? Ja, lass ich nicht liegen. Jetzt muss ich mal, hier sind schon mal 7. Na, junge Dame. Jetzt suche ich mal das 15-Cent-Stück. Ja. So, macht euch einen schönen Urlaub vom Rest. Oh, Mensch, ja, danke. この店は彼女は果樹園を持ってますから、たくさん美味しいリンゴを作りますから、普通はここにリンゴとかプラムとか買いますから、すごく新鮮。そして、まあ、美味しいジャムを作ったりとか、いつもなんとか話がありますからね。もうよくしてますから彼女は。次は八百屋さんです。あ、ちょっとキノコ買うかな。美味しいんだから。ちょっとキノコも買いましょう。すごく美味しくなります。ここでは玉ねぎと旬のキノコを買いました。フィファリンゲン、アンズタケというこの時期旬のキノコがありました。お肉屋では牛肉を頼みました。このお肉屋さんも顔なじみ、所長のいじられキャラはここでも変わらないようです。店にはソーセージからサラミ、ハム、レバーペーストまで豊富です。おいしそうな牛肉をその場で切り分けてもらいました。お肉が何か切ってた、スライス、そしてスライスで、あの七面鳥の肉でした。七面鳥の肉、そうですね、胸肉、売ってたんですか。そうです、美味しかった。これこれ美味しいんですか。超美味しいですよ。本当に美味しいんですよ。こっちのパンはすごく美味しい。特にあのレーズンが入っているあのロールパンがありますから、すごく美味しいんです。あのクワークも入ってますから、あの白いチーズから、すごく美味しい。最後に来たのはパン屋さん。レーズンのすごく美味しいパン、そしてこちらもあの有機栽培の麦粉を使いますから、モカもすごく美味しいんです。結構チーズに合いますよ。パンも大量に購入しました。そうやだけどな。は、皆さん、ドイツの朝市がいかがでしたか。たくさんこちらの作っている美味しいものをたくさん買いましたから、ぜひあの今度のビデオ、この材料で南ドイツの美味しい料理を作りますから、ぜひ次のビデオもご覧になってくださいね。そしてチャンネルにも登録してください。もうもっとたくさん美味しい料理を紹介したいんですからね。じゃあ行きましょう。南ドイツ観光案内所の LINE スタンプができました。日本語とドイツ語、使えるコメントがいっぱいありますよ。スタンプショップで南ドイツと検索すると見つかりますので、ぜひ使ってください。概要欄にリンクを貼っておきます。